生産力理論とは、1930年代後半から40年代前半にかけての時期の日本で盛んであった、社会政策、経済政策の理論である。生産力論、生産力説、生産力主義とも、マルクス経済学系の社会政策学者であった。 カザハヤ二王大河内和夫によって提唱された理論であり、一国の生産力の進展を目標として、社会構造の合理的改造を主張したものである。カザハヤ、大河内らは、社会政策は、利順率の維持を目的とする、総資本の論理に従うものであり、その論理に従って生産力を発展させるために、必要な社会的諸条件の合理化。 改善を図る施策と捉え、総力戦体制下の政策を前提として、生産力的観点から非合理性を指摘するなどの批判的提言を行った。生産力理論は、提唱者の一人である風早にとっては、日中戦争開戦後の知識人に対し、体制内の構成分子に転化するか、あるいは沈黙を守って自局に対し、 教主傍観するかという二つの選択肢以外に第三の党を提案するという意味を持っていた。すなわちこの理論が総力戦体制の中で国民の批判的要素としてのその独自の積極的役割を果たすための有力な武器の一つとなり得るということであった。生産力理論には戦争あるいはそれに伴う統制経済、 労働統制を認めるという現状肯定の側面があった一方で戦争遂行生産力拡大のためには労働者を精神主義的に叱咤激励するというだけでは不十分で一定の合理性を持った労働条件の完備が必要であるという現状批判の面があり産業報告運動の中で合理性を重んじる人々に指示されることとなった 1930年代の日本において、マルクス主義の影響を受けた左派の知識人は、当局の弾圧により活動の場を失っていたが、生産力理論は彼らに対し、新たな形での社会変革への参加を促す理論的な受け皿となり、戦後の市民社会派による新しい社会科学を準備する役割を果たした。その一方でこの理論は新体制運動を中心と、 する総力戦体制への参画を前提としていたため、佐知式人の転向を正当化し、日本のマルクス社会科学を、翼産体制を支える理論に変質させたとの批判が、加えられることとなった。しかし、1990年代以降、山内康により、日本社会の現代化すなわち、階級社会から、システム社会への移行を先取りした理論として、 再評価がなされている。風早、労働の理論と、政策序文。石田日本の社会科学ピアニッシも、150から151、による。大塚久の経済史理論も戦時期、この理論の影響下にあった。ありがとうございます。